WTT 女子ファイナルズ名古屋20232023年12月15から17日名古屋金城不動アリーナが行われ女子ダブルスで長崎美優、21イコール木下グループ木原美優、19イコール木下グループが準優勝アーカイブ配信 WTT 女子ファイナルズ名古屋202312月15日 金曜日から17日、日曜日開催。試合結果、大会日程。女子シングルスでは伊藤美二23イコールスターツ、世界ランク10位、がベスト8に入った。シングルス16名、ダブルス8ペアが出場し、女子の年間王者を決める WTT ファイナルズ。日本からは女子シングルスに伊藤美真早田ひな、23イコール日本生命、同5位。 張本美は15イコール木下アカデミー同14位女子ダブルスに長崎に言う木原美優が参戦した女子シングルスは早田張本ともに初戦から中国選手と当たる厳しいドロー早田は五輪女王のチーム、29イコール中国同3位に対して力強い攻めでゲームカウント2-1とリードをしたもののフルゲームで惜敗 また、15歳の張本も世界卓球2023女王の孫栄さ、23イコール中国、同1位と互角のラリーを繰り広げ、第4ゲームを11対3で取って流れに乗るかと思われたが、最終第5ゲームは相手の鋭い量をハンドに押されてあと一歩及ばなかった。女子シングルスは、早田、張本ともに初戦から中国選手と当たる厳しいドロー。 早田は五輪女王のチーム、29イコール中国同3位に対して力強い攻めでゲームカウント2 1とリードをしたもののフルゲームで惜敗また15歳の張本も世界卓球2023女王の孫栄さ23イコール中国同1位と互角のラリーを繰り広げ第4ゲームを11対3で取って流れに乗るかと思われたが 最終第5ゲームは相手の鋭い量をハンドに押されてあと一歩及ばなかった。女子ダブルスは持ち前のアグレッシブなプレーを見せた長崎美優、木原美優の W ・美悠が大健闘。初戦で韓国ペアとの接戦を乗り越えると、準決勝では過去に敗れている台湾ペアに対してリベンジを達成。決勝は世界卓球2連覇の中国ペアに惜しくも敗れたが、 日本開催の今大会で準優勝という好成績を残した各種目結果黒丸女子シングルス優勝孫英イ中国準優勝大芸道中国3位チーム中国陳光道中国黒丸女子ダブルス優勝孫エーオーバイ大番育、中国準優勝長崎美優、木原美優、木下グループ 3位、大芸道、チーム、中国、定位制、リーク順、台湾。日本選手の結果、黒丸女子シングルス、伊藤美誠、ベスト8、1回戦 3-1A、ディアス、プエルトリコ、準々決勝0の3チーム、中国、早田ひな、1回戦敗退、1回戦2の3チーム、中国、張本美和、1回戦敗退。 1>, 1回戦2のサンソン・エイサ、中国、黒丸女子ダブルス、長崎美優、木原美優、準優勝、準々決勝3のニチョン慈悲、シン・ユビン、韓国、準決勝3のゼロ定位制、リーク・ジュン、台湾、決勝1の三孫エイシャー、オーバン・イク、中国。